アナトーリー・コンスタンティノビチ・リャードフ1914年8月28日はロシアの作曲家、音楽教師、指揮者。サンクトペテルブルクにおいて音楽家の一家に生まれる。マリーンスキー劇場の初代首席指揮者を務めた父・コンスタンティン・リャードフから1860年から1868年まで非公式に音楽教育を受けた後、 1870年から、ペテルブルク音楽院で、ピアノとバイオリンを学んだ。やがて気楽演奏の学習を断念して、大砲と風画の研究に熱中するが、それでもなおピアノの腕前は、達者だった。リャードフの生まれついての学祭は、とりわけムソルグスキーから高い評価を受け、リャードフは、ロシア五人組と関係するようになった。リムスキー・コルサコフの作曲家に席を置いたが、 常習的欠席を理由に、1876年に、除席された。1878年には、卒業制作を完成させるべく、このクラスを再履修している。ヤードフは1878年から、ペテルブルク音楽院で教鞭を取り、文下に、プロコフィエフ、ミャスコフスキー、グネーシン、アサフィエフを要する。1905年に、院長リムスキー・コルサコフが、 学生の革命熱を支持した角で音楽院から解雇されると、リャードフも恩師が復職できるようになるまでの短期間、講義の意思表示で辞職した。1884年にリャードフは結婚し、これによって、ノブゴロド地方に別荘を求める資格を得た。夏の間はこの地で、のんびりと作曲の筆を進め、1914年に死去した際もこの地で過ごしていた。 ヤードフは同時代の音楽家から高い評価を得たほどの技術的な手腕に長じていたが持ち前の不甲斐なさから進歩が妨げられた。ヤードフは対策を完成させたことがないということが言われているが商品の多くはレパートリーの中で正当な地位を占めている。リアギレフがラードフに1910年のシーズンに向けて ロシアバレエ団のために新作スコアを作曲するよう要求したところ、リャードフはぐずぐずしがちな気象からとうとう依頼に応えることができなくなった。その代わり、ディアギレフがストラビンスキーに話を持ちかけ、提出されたのが火の鳥だった。ちなみにリャードフは記憶力に優れ、いろいろな物語を語って大人たちを驚かせていた。また、画材にも優れており、その才能は、 生涯続き、漫画や幻想的な絵を描いて、友人たちを感嘆させた。出版作品が数にすると割に少ないのは、持ち前の怠け癖や、自信のなさが原因のある、種の自己批判のためだった。作品の多くは、既存の素材による、変奏曲とか編曲である。リャードフには膨大な量のピアノ商品があり、中でも、オルゴールが、最も有名だろう。 リャードフのピアノ曲は、楽奏の展開や構成、旋律、処方において、ショパンの影響がとりわけ濃厚である。しかし、ショパンの、バラードや、スケルツォに類する作品を、リャードフは残さなかった。リャードフ作品の多くは、表題音楽であり、例えば、公共誌、バーバヤガー作品56、キキイモラ作品63、魔法にかけられた湖作品62などは、 異教時代のロシアの神話やロシア民話にヒントを得ている。これらは多分最も人気のあるリャードフ作品と言えよう。リャードフの還言楽作品はこれらに認められるように音響面や題材において民族性を強調したものが少なくない。後年の作品ではリャードフが目をかけていた年少の作曲家スクリャービンのように拡張された調整を試みている。 キリル文字の転写によっては、リャードフ、ライオダフ、ライオダフなどとも表記されている。ありがとうございます。